あれ、おお、トランスレーター、I see。てやろこげな。てやろこげな。たり、日本、めまん、ちたん、たわらんだ、すんぐうだ、つるぶだ、あに、どじんぐ、ろがんぎ、ぷげち、とらんだ。だってね、ぎ、ぎんえ、そぶしんぶしゅんじゃ。だ、めまんぐし、だるんしんぶり、え、だるんしんぶず、だ、なみぞ、たてはれ。さだ、てりで、日本語メマチタン、ハーバー、タガルタ、ネシシモポデンエ、タダプゲ、ベイコントチューデンエ、サマロリア、エンテリ、ドンスミヤンギ、サムシュウユ。こんにちは、日本の皆様、一般の皆様方、そして特にこの大地震によりまして、被災された方々、そして津波によって、大変な目に遭われました方々、そして原発の事故によりまして、いろいろ災害に遭われた方々がたくさんおられると思いますけれども、そのような被災地の方々は、本当にひどい災害を被っておられるわけで、そのような中で多くの方が尊い命を亡くしておられます。でそして亡くなった方々だけではなく、そのご遺族の方々にもたくさん残されているわけですが、そのように本当にひどい災害を被られた中で、本当にひどい苦しみを味わってこられ、そして本当のつらい思いをひどくされた方々が本当に大勢の方々がおられます。そして本当に多くの方が命を落とされているという中で、そのような皆様方すべての方々に私から心からのご挨拶を申し上げたいというふうに思います。クセンタディネズディチュンジェタンズムリンサンジューサマナトンデギアレエンアイディサンジューディトスコバダアカサマジーティクセムリアタチルサジャカワチュネメサマトンゲメデバタダウンデバスタレデネジーゴアリアエネジュンエキエンエディネチェインデザネだしぶちぎぷげまきぶよんや。えんとじんぐろがんきちぷげとらんしゃいんとざね。だでちがんがんずみせがそるじり。でにかんえんちゃいんとざね。ちぃだすみや。べんがんら。るよ。えんにほんしゃしゃな。ちょしんのんべるんぶり。にんねんがらけぐんのしゃしゃね。だ。もし、トラブル、もんぐゆ。さてにんとざね。だでにじんじけんえんちゅんしゃすぶり。マレスサムリア、チェマテオロシャシュクシュブチュン。何しゃなんしゃけよ、マレ。たむらんじゅうやじり。えんがらんとサンジェベータ、チェベチュータ。えんにね、日本、チェバツェ、シルニムソンデイヤリ。まずペバツェ、シルニムデンデイヤリ。せきんげんにヨベクトリア、シルニムデイヤチ、マランズ、た、최소다샤든시야지금희롱이문제야샤들이어리어디니인도산에아니그게나름살아급제어디그래타이랜드래타이랜드봐타이부디스그룹질이야내최현지시대대요아니그때부터뒤니지아니아는사물로투몽기아니시롱이무슨야오래했지엔테밍기아다간데자가가서그아주표현기그런가サムラリア、シルニム、ソンシェ、シルニム、ボンディジヨンヤチ、サムラリア、ビギシュジトシェビン、ネルチュラト。
そして、このような日本で大震災が起きたということが世界的なニュースとして流れたわけですけれども、私自身もダラムサラにいるときにそのニュースを見まして、本当にひどいことが起こったというふうに心に、ひどく悲しみが湧いてまいりました。そして、私たち人間たちはたとえどこにいてもどのような人であっても心の中から苦しみを避けたいと望み、そして幸せになりたいということを望んでいるわけです。そしてそのような中で次代5代、今そのようなこの世界の構成要素がございますけれども、そのような構成要素がバランスを崩したということから生じてくるこの自然災害というものの中で、そのような悲しい出来事が起こってしまったということに対して本当に悲しいことだというふうに思います。そして地震や津波に加えまして原発の事故ということから、さまざまな苦しみを皆様方被ってこられたわけでございますが、これらの問題、地震自身はこの天災、自然なる災害ということですが、原発の事故ということによって引き起こされた惨事というものは私たち人間が作り出した問題となっているわけです。そしてそのようなことから私たちの心の中にはさまざまな不安や苦しみが生じてくるわけです。そしてまず第一に、日本の方々は伝統的に仏教の国であるということが一つあります。そして第2番目に、私自身個人的な観点から申し上げますならば、昔からの知人、そして親しくさせていただいておらいる多くの友人の方々がこの日本にはおられるわけです。でそのような方々がそういった地震津波、そして原発事故ということから非常なる大惨事に見舞われているということから、私自身の心にも非常に悲しい不幸な気持ちが心の底から湧いてまいりました。そしてそのような気持ちが湧いてくるならば、私にできることといいますのは祈願をし、そして被災者の方々への心からの追悼の意を捧げさせていただくということ以外にはございません。そしてまず仏教徒の一人であるという立場から、皆様方日本も仏教国であるということですので、普段から般若心経を唱えておられると思うわけです。でそのような大惨事が起きてしまった時には、この般若心経を読むということによって私たちは宗教的な面から申し上げますならば、法要をするということで被災者の方々、そしてその周りの方々のお心を慰めるということができるわけなんです。で日本にこの大震災が起きた時に、私はダラムサラのにおりまして、ダラムサラでちょうど3月の14日15日でしたけれども、タイから来られた仏教徒の友人方が接種となった法話をちょうど行っておりました。でその法話の中で、さまざまな仏教についての説明を解説を私はさせていただいていたわけなんですけれども、タイの方々は少女仏教の国であるわけですが、少女仏教であれ大乗仏教であれ、この仏教に従事してそれを実践している者として同じ立場にあるわけです。そこで私は被災者、被災地において被災をされた方々に対して、全てのダラムサラにある僧院、そして在家の人たち、そういった全ての方々にその法話の中において、ぜひ皆さん般若心経をその日本の被災された方々のために読んでいただきたいというようなことをお話しいたしました。そして10万回この般若心経をぜひ読んでくださいというお願いをさせていただいたわけです。えのがら結局はね、だって実験へ中大社させてだから論文でなりゃ、実は直接したロシトロシアのアサム샤나가자가게요말이단미삼륜로단리야지강에채동에채벽그들이야조구지투제애야지다시그게조구선수로주무이나야선을평균도와그런말을잘시하네신화강에채벽그들야조구지연채당디니심대시라마시슬러비는평균도와자지내인도자란소에미치벌을받아자지내인도나도멋있으면먹고여비인도사네나죽스대신로투나이는쌤소로치트야지다연구를했었네나고급디응아아메리칸로야지그최시댄케디아리아메리칸로스앤젤레스네내디프로그램고추기에이사람들이일본군신샤나엔데그뜨지뒤니체니
で、トブスイチ、トヤ、コーチングやれ。エンデン、ニメニシ、タカサチェ、テリシェ、ニメタニハラム、ガンザンソルジェ、ンデニホン、トゥジュシタ、エンチョブスイチェ、エンデメランシケトナーサン。タテリディ、ドゥブレ、ナハジャンカウチュン。そして私個人の思いを少しお話しさせていただきますならば、このような大災害に遭われたその国に行って、皆様方のお心の慰めに少しでもなれたらいいという気持ちがございました。他に私にできることは何もないわけです。で、一般的に申し上げますならば、人間の心の持ち方というものを考えてみるならば、普通私たちの身にさまざまな苦しみや、そして問題や困難などが湧き起こってくるとき、自分の知っている人がやってきて、そして心配しないでいいよというようなことを言っていただくと、とても心が慰むわけなんです。で、私自身もこの日本の中に多くの知人の方々がいらっしゃるということで、きっと私自身も大変な思いをしたときに知人にそういうことを言っていただくことができたならば、きっとすごく心が休まるだろうということを考えたならば、皆様方もきっと同じではないかということが自分の心の中に湧き起こってきたわけなんです。ですから、日本の中には私が存じ上げている方々がたくさんいらっしゃるということで、心からそういった方々を、皆様方を慰めて差し上げたいという心が湧いてきました。そしてたまたまこの29日に私はロサンゼルスから始めてアメリカのツアーを始める予定になっておりました。で、そのような時にアメリカのトランジットとして日本経由で、そしてその旅を始め、そして日本のにちょっと立ち寄らせていただいて、知人の日本人の兄弟姉妹の方々にお目にかかって、そういった気持ちをお伝えすることができたならばと、そういう気持ちで、そしてそれと同時に四十九日の法要を営ませていただくことができたらという思いで今日参りました。そして今日この場で私のその思いが実現したことになります。で、そのようなことに対しまして、私自身心から本当に嬉しく思っております。エンダーマランゾチェバスングネシェベイナラボルサンジェベチェベングネシェベイナケンゲチョウスギュルセチケンゲチョウジュラムドギュルセデネギタニャムネシェアヨアリサデネインドダケンゲデネチョウサルリだって、それで出身にペアケがまれ、順々にそうなんしれ、ケディチョスやなに、テラメがチャチ、ケディチョスメナに、テラメがチャチペンス、そんしゃで、ベッドサイエンティフィック、リリスティックチャディアレ。じゃあ、だってチャンスコンボシャロナ、シェネ、シュアイ、スムシュマシャーシェ。あ、た、モチュンディチ、タイヤチャドントヤ、ゾクンシェトヤ、ティコンボシャレ。あんしゅうで、내는지향子日本国朝不서他对日本老大所인지了过去年十几万这张特点学的让阿里人家到处新给的钱那向子去坚壁学过什么成就そして仏教徒の一人の実践者、修行者の観点から申し上げますならば、何か逆境に立たされたような場合、その逆境に立ったというその状況を自分が悟りに至るための道の一つとして使うという修行の方法が説かれております。つまり、そのようなひどい逆境に立たされたというような困難は起きてしまった場合は、もうすでにそこに起きてしまったわけで、それをなくすことはできないわけであるわけです。ですから、ただこのような悲しいことが起こったというふうにして悲しんで、そして心配するだけでは何の役にも立たないわけです。そこでシャンティデーバ、日本語で弱点と言いますけれども、そのような同志の一人の方がおられますが、その方がお書きになりましたニュー菩薩行論というテキストがございます。で、その中で、このようにシャンティデーバが述べられているわけですが、もし何事かが起きて、それを何とかする方法があるならば、その方法を 何かを対策を講じる努力をするべきである。そしてそれを何とかする方法がないのであるならば、それをより以上に悲しむ必要はないということを述べられているわけです。ですから、この教えというこのアドバイスは非常に科学的といいますか、非常に現実的な
毎日の日常生活に即した教えとなっていると私は思います。ですから皆様方もそのように一つ考えてみていただきたいというふうに思うわけです。起きてしまったことはもう取り返しがつきません。ですからその代わりにこれから全く落胆して勇気をなくしてしまうということではなく、これから先を見つめてできる限りの努力をして再建復興のために努力をしていっていただきたいというふうに思うわけです。そして私はいつも日本を訪問させていただいております際には、日本の友人の方々、特に学校などを訪問させていただく場合に、そういった生徒さんなどにお話ししていることに、英語をぜひ勉強していただきたいと、もっと英語力をつけてくださいというお話をしていますので、私自身もそれをちょっと実践して英語ができるようなふりをさせていただいて、ちょっと英語でもお話しさせていただきたいと思います。Please don't think my English is very good English. No, no, no. Certainly not. There are some, I think, Englishmen, some European people, they can see my English is very, very broken English. However, you see, this broken English quite helpful in order to develop direct contact with other fellow human beings, particularly outside world. So now, we are the same human being, emotionally, mentally, physically. So on top of that, most of you also the follower of Buddha, Buddha Shakyamuni. So according to my own experience, or even, you see, the rather, I think, Tibetan nation, when we are passing through difficult period, our spirit even becomes stronger if you keep right sort of understanding about the nature, about the reality. Even this tragedy may help to build our inner strength. So I'm quite sure Japanese people, after Second World War, a lot of destructions, many limit, almost to say many, many Japanese killed. And in fact, two nuclear bombs, you see, dropped Hiroshima, Nagasaki. Japanese brothers, sisters, never lost your self-confidence. Also, I admire German people and also some other, like Polish people. In spite of a lot of sort of suffering, difficulties, they never give up their hope and self-confidence. So, you Japanese people, you see, according to your past experience, now you are passing through some difficulties, including economic difficulties. You must keep your self-confidence. And instead of remind this tragedy, lost some of your friend, and always sort of, reminds sad situation like that. Instead of that, now look forward. There's some time ago in Haiti, again, you see, the immense sort of earthquake happened. Over 100,000 people killed. At that time, I was in the west coast of America. I also express Haiti people. Now look forward and work hard with self-confidence. Now here, Japanese, as I mentioned earlier, you have the potential. Now work hard. Then also, now due to global warming, this kind of nature disaster may come often. So accordingly, you must prepare
And economic difficulties, due to economic difficulties, you have to think, examine sort of your way of life. There's no guarantee. Things are changing. You must look the new reality and you must act according to that reality. So your lifestyle, sometimes much developed country, their way of life, little bit luxurious life. That I think according now new situation, and obviously on this planet, there are still millions, millions of people who really still remain under because of the poverty. Oh, so think this. So last few years, when I have the opportunity meeting with Japanese friends, particularly the student, I urging them, you should learn English so that your potential can use in different part of the world for more construction work. Education field, health field, development or technology field, as well as the farm system. Usually I joking, you see, my Japanese friend, since you have big population, small land, so every piece of land you utilize fully. Whereas in some other big country, lot of empty area there. So you must utilize, you see, your experience, you see, your sort of expertise. You utilize, you see, these waste land, waste resources, without damaging ecology. So that I want to share with you. And also this is supposed examination, my English in front of some of these Englishmen. Thank you. そこで、少し英語でお話をさせて、いただきますけれども、ここにももちろん英語圏の方から、国々からいらしている方々がいらっしゃるでしょうけれども、そのような方々からご覧になるならば、私の英語がかなりのブロークンであるということはすぐにお分かりになるのではないかと思います。で、私の英語は本当に大したことはなく、私がこのように英語でお話をすると、本当に芸家は英語がお上手なのだと思われる方もおられるかもしれませんけれども、そんな大したことではないわけなんです。しかしながら、私のこのようなブロークンな英語であっても大変役に立っています。なぜかと言いますと、世界の各国を訪問させていただいたときに、その土地の方々と直接的なコンタクトを取れる、直接お話ができるという意味において大変役に立っているわけです。そしてまず私たち人間のことを考えてみますならば、私たちは全く同じ一人の人間であるわけです。そして感情を、さまざまな感情を持っているということ、そして精神面においても全く同じですし、そして肉体面においてもこのような体を持っているという意味におきましても全く同じであるわけです。そしてさらにそれに加えまして、日本の方々も釈尊の教えに従っている一人の仏教者であるというような立場におられるという意味においても、全く私と同じ立場におられるというふうに思います。そして私自身の体験から少し話させていただきますならば、私たちはチベットという自分の国を失って以来、たくさんの困難な状況に直面してきたわけです。しかしながら、私たちはそのような困難な状況の中において、自分自身の精神というものをますます高めてくることができたのではないかと、そんな気がしているわけなんです。で、そのような困難な時代を過ごしてきた中において、より強く自分の心の内なる力というものを高めることができてきたのではないかというふうに思うわけです。ですから、そのような皆様方のような非常に困難な状況に直面しておられるような時には、ぜひそのような悲劇に打ち負かされるということではなく、現実のありようというものを正しく理解するということによって、自分自身の状況への対処の仕方をより強めていっていただきたいというふうに思うわけです。で、それによって皆様方の心の中にある内なる力というものをますます高めていくことができると思います。そして特に日本の方々は第二次世界大戦後、非常に多くの損害を受け、
そして国土も多く破壊されたというような悲しい状況の中から立派に立ち上がられた民族であるわけです。つまりそのような悲しい状況の中で多くの日本の方々が尊い命を失ってこられたわけですが、そしてそれにさらに長崎と広島において原爆が落とされてしまったということから、たくさんの尊い命が失われてきたわけなんです。しかしながら日本の兄弟姉妹の皆様方は決してそれに落胆することなく、焼け野原の中から立ち上がられたという過去の実績があるわけなんです。ですから今回もぜひ皆様方が自信を失うということなく、前向きの姿勢でぜひ進んでいっていただきたいというふうに私は思っています。そして日本人と全く同じようにドイツ人の方々、そしてポーランド人の方々にも同じような状況の中でそういった逆境にめげることなく立ち向かってこられたというその勇気に対して、私は心の底から称賛の思いを持っております。そのようなたくさんの苦しみや困難な状況を得たとき、決して諦めることなく、自信を失うことなく、前向きに進んでいっていただきたいというふうに私は考えているわけです。ですから皆様方の過去のご体験というものを生かして、今現在は非常に難しい辛い状況に直面されていると思います。そして経済的にもさまざまな問題があると思いますが、自信をぜひ維持していただいて、悲劇のことばかりを思い出してそれについて心を痛めるということをするだけではいけないと思うわけなんです。前を向いて、そして将来を見つめて進んでいっていただくということをぜひしていただきたいというふうに思います。皆様方は計り知れない心の力を持っておられると思います。そしてタヒチの方でも去年地震が起きましたけれども、そしてその時に私はちょうどアメリカの西海岸を訪問をしていて、そのニュースを聞きましたが、その時にも何十万人もの尊い命が失われているわけなんです。そのような時に、そのような被災地の方々は皆さん心の勇気をなくすことなく、ご自分自身が持っていらっしゃるその可能性というものにかけて、そして自信を持ってそのような困難な状況に立ち向かってきておられるわけです。そして現在は私たちは地球温暖化という問題も抱えているわけです。でそのような世界に起きてくる悲しい出来事、そして災害というものは今からも次から次へと起きてくるものだと思います。ですからそのようなものが起きてくるからには、私たちが心の中でそれに対する準備をしていかなければなりません。経済的な問題であれ、そのような自然災害であれ、そのようなものに対して心の準備をし、そして何かが起きたならば、その状況をよりきちんと詳しく調べて、それにどのような対処をしていったらよいのかということをきちんと調べていかなければなりません。そのような生き方をこれからの時代に私たちはしていかなければならないのではないかと思います。つまりこれからの未来というものに対して一切のギャランティーはないわけです。物事というものは常に変化をしていきます。そのような中でそういった新しい現実に直面するということの準備というものを私たちはしていかなければならないわけです。でこの世の中には非常に贅沢な暮らしをしているような、非常に工業的には発展し、そして科学技術も発展した国々がたくさんあります。でそのような国であっても、次から次へとこの世界は新しい状況に直面していくわけです。でそのような中で非常にたくさんの方々が、そのような贅沢な暮らしをしている方々がたくさんいる一方で、たとえ同じ国の中でもその貧しさというものと戦い続けなければならない方というものもいるわけなんです。でこの過去 2,3 年の中で、私は日本を訪問させていただくたびに、そして時に日本のご友人の方々、そして学生たちに会う時に、英語の力をぜひ頑張ってつけてくださいというお願いをしてまいりました。と言いますのは、そのような英語力を高めていただくということによって、日本人の方々は教育的にもさまざまな科学技術のレベルにおいても非常に素晴らしい力を持っておられるわけです。
で英語力はそれに備われて、その備えるということをしていただくことができましたならば、皆様方若い、特に若い方々の持っておられるその可能性の力というものを、日本以外のもっと支援を必要としているような国に行った場合、皆様方の農業技術であれ、科学技術であれ、そして教育面における皆様方の力であれ、そのようなものをフルに生かしていくことができると思うわけなんです。ですから皆様方、日本人の方々は非常に小さい国でありながら人口密度が非常に高い国となっておられるわけです。しかしその非常に限られた狭い土地を有効に使うという非常にことのできる能力に長けておられるというふうに思います。でこの世界には他の国を訪問させていただいた時によくわかるわけなんですけれども、まだまだ無駄にされている空いている土地というものがたくさんあります。そこで日本の皆様方の知識とそのような能力を生かして、そのような土地を有効に使うと、そしてかつエコロジーを全く破壊することなく、環境を破壊することなく、それらの土地を生かしていく能力と知識に長けておられるわけですから、そのようなことのためにぜひ前進していっていただきたいというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。